さあその熱意がこの試合後半戦実りまして試合、宮古島に勝利をもたらす形になるでしょうか、あるいは一日の長あります CA コルベツ、このまま試合を制しまして勝利とするでしょうか。まもなく後半戦再開となります。後半戦は CA コルベツのキックオフで試合再開となります。さあ宮古島リターンに入った、果敢に前進しまして自陣25ヤード付近を確保し、この位置から宮古島シーホークス後半最初の攻撃に入ります。さあボールの位置は宮古島陣26ヤードの位置から宮古島シーホークスファーストアンテ、中央行った、前半も好調でした、ランプレーから入りました、何枠3番中央密集点を突き抜けるように約5ヤードゲインとしています。後半もまずこの何枠3番小島のランから入りました。宮古島シーホークス自陣31ヤードからのセカンドダウン5、成功、ナイスパスカット、今度はこのランプレーをフェイクしましてパスを投じましたが、このパスは防いでいるところでしたが、しかしここで審判団からイエローフラッグが投じられております。反則があった模様です。さあまもなくその反則の内容がコールされます。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触して妨害したという反則です。前パスが浮いている間は双方ともに接触し、相手の、キャッチを干渉するような、過剰なカバーをしてはいけません。これ一切反則となりまして、この反則ありました時点からのファーストダウンという形になります。従いまして、宮古島シーハークスファーストダウン点に状況を変わります。宮古島シーホークス自陣31ヤードからファーストアンテ、さあ今度はクォーターバック自ら行った、ハンドオフェイから右オープン展開を図りましたが、しかしこれはコルベッツディフェンス陣見事に対応しました。78番立ちはだかりまして、このランプレーのゲインを2ヤードから3ヤード程度にとどめております。果敢なラン披露しましたのはクォーターバック7番の向山でした。これを仕留めましたが72番の鳥海だった模様です。宮古島シーホークスセカンドダウン7、さあ今度はランニングバックのランプレー、ハンドオフから左オープンにバーナード、相手ディフェンスをまくるように約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。しかし外へ回り込ませることは CA コルベツも防ぎまして、その喪失を2ヤード程度にとどめております。宮古島シーホークスサーダウン6、ナイスファースター、
ここでランニングアップ3番ハンドオフから右オープンにバンナウト、相手のディフェンスを裏を突くように右オフタックル付近を突きまして攻撃権更新です。宮古島シーホークスファースター。さあその地上戦で状況を測りますランニングバック3番小島、フィールド中央付近までチームの陣地を押し上げてまいりました。宮古島シーホークス自陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック左に展開していくワイドレシーバー24番にパスを投じましたが、このパスコントロールミスしましてパス不成功になっています。ダウン1つ変わりまして宮古島シーホークスセカンドダウンに変わります。ボールオン自陣25ヤード宮古島シーホークスセカンドダウン10。不成功。今度は奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしコルベッツディフェンス陣カバーしておりましてパス不成功。サードダウンに変わります。さあ宮古島シーホークスサードダウン10。これクォーターバック7番自らの総力で状況打開を図りました。ランをフェイクにしさらに自らがフリーになる形でその右オープンを掴むという状況でしたが、しかしこれもディフェンス対応しましてフォースダウンに変わります。ここでホイッスル。ここで宮古島後半1回目のタイムアウトを投入しました。現在第3クォーター残り時間5分56秒という状況になっております。ここの状況で宮古島シーホークスが後半1回目のタイムアウトを投入しました。そのタイムアウトまもなく解けます。チャット欄メッセージありがとうございます。お茶の子再生サイヤ人様、そうですね、宮古島ほぼ両面つまり両方、攻守両方に出ているのでしょうかというメッセージですね。人数的には現在、十数名といったところです。おそらくはほとんどの選手が攻守両方に出場していると思われます。これはナイスパン。パンター70番が蹴りましたボールリターンができない絶妙の位置に落とされまして、シーゲーコルベッツ陣12ヤード付近13ヤード付近で攻守交代となります。結果的に攻撃シリーズは放棄する形になりましたが、宮古島パンター70番高見沢は素晴らしいパントで状況打開を図ろうとしております。さあシーゲーコルベッツは攻撃権を得ますが、しかしボールオン自陣13ヤードからの攻撃となります。さあ CA 個別ボールオン自陣13ヤードからのファーストダウン10。まずランプレーから入りました。ランニングバック32番左オープンに展開、一旦はディフェンスの選手に使われましたが、それを振りほどきまして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。
見事な粘りあるランを披露しましたのは CA コルベッツ32番の田中でした。 CA コルベッツセカンドダウン5。さあここで選手を中央に固めパワープレーに出ました。右オフタックル付近に選手を固めまして攻撃権更新を図りますが、なんとか宮古島にとどまっております。しかしゲイン4ヤードほどありました。田中誠一さんはメッセージありがとうございます。確かに双方ともに人員的には厳しい状況にありますが、しかし CA コルベッツ田中様が懸念されるほど今現在人数少ないという感は見受けられません。この点逆に言いますとチーム非常によくリクルーティングできていると思います。さあその間サーダン残り1ヤードの状況、ランプレーで突破しました。 CA コルベッツ攻撃権更新です。 CA コルベッツファースター。ここで CA コルベッツはパワープレーに出るかのように中央に固めた選手をそのままランホールに進ませる形によって攻撃陣地押し返していっております。攻撃権更新しまして現在ボールオン自陣29ヤードの位置にありまして CA コルベッツファーストアンテ。さあ宮古島もフロントに選手を集めてまいりました。パス不成功。ここでその裏をつけように CA コルベッツプレイアクションからパスを投じました。ディフェンスを引きつけておいてその裏をつかんというところでしたが、しかしこれは宮古島見事にパスカットしパス不成功に変えています。 CA コルベッツセカンダウンに変わります。CA コルベッツセカンダウン10。さあ今度はランプレーです。先ほどのパスによって一旦若干宮古島後ろにひるんだ状況、そこをつきまして中央へのランプレーで約7ヤードゲインとしています。この辺りは高難織り交ぜた非常に巧みな攻撃を展開しております。CA コルベッツサーダウン3。さあランプレーで攻撃権更新としました。 CA コルベッツファースター。今度はそのブロッカーが少ない側にランニングバックカットを切りまして相手のディフェンスの隙をついて攻撃権を更新としました。 CA コルベッツファースター。絶妙の判断を下しましたのはランニングバック24番の久野でした。この辺り百戦錬磨のプレイヤーといったところです。さあ CA コルベッツ陣地を中央付近に押し戻してまいりました。ボールオンは自陣43ヤードから CA コルベッツファースターアンテ。クォーターバック12番ここでプレーアクションのパスを試みました。相手のディフェンスを引きつけて左オープンにロールアウト、しかしここでターゲットを探している間にディフェンスプレッシャーをかけまして結果的にスクランブルという形に変えております。ゲインは約3ヤードとなっています。この辺りは、宮古島は粘りあるディフェンス対応をいたしました。CA コルベッツセカンドダウン7。さあ今度はブロッカー固めたサイドにランニングバック24番を突入させました。ブロッカーを生かして24番中央なだれ込んで約3ヤードのゲインとしています。サイヤニー様、そうですね、戦術的におそらくコルベッツは時間を使って攻撃をしているのではないかというメッセージがありますが、
考えられますが、こういった天候ではありますので、ボールハンドリングがほとんどスキル的には無理なものを要求されないランプレーを同じ別の理由で使っている感も見受けられます。ナイスダウン、ファーストダウン。そしてそれを生かしてランニングバック24番ハンドオフから右オープンにカットバック切りまして、攻撃権更新です。シーアクルバッツファーストダウン重ねます。華々しいパスプレーがアメリカンフットボール注目されがちですが、実際に試合の趨勢流れを決めるのは実際にはこのようなランプレーの方が大きく影響します。フットボールたるゆえんでもあります。C.A. コルベツ相手陣42ヤードからのファーストアンテン。ここは宮古島ナイスディフェンス。左オープン展、右オープン展開を図りましてランニングバック32番にボールを託しましたが、ディフェンス陣そこに対応しまして24番が仕留めまして、ゲイン1ヤードにとどめております。見事対応しましたのは宮古島シーオークス24番宮城でした。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーターを終わりまして、 CA コルベッツ14点、宮古島 CA オークス0点、攻守双方の方向を入れ替えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。